して入場してまいりますのが WBA ライト級チャンピオン、ニカラグアからやってまいりましたホセ・アルファロ。今日が日本で初防衛戦を迎えました。ここまでの戦績が20勝3敗1無効試合、20勝のうち18の KO ノックアウトがあります。弱冠24歳のチャンピオンです。去年の12月タイのフライエイト C1 チャートの王座決定戦を制して大冠を果たしました。ニカラグア人としては8人目の世界チャンピオンに輝きました。日本は初めてですが、日本以外外国での試合はドイツでワールドチャンピオンになった経験、またアルゼンチンでも KO 勝ちの経験があります。今日は初防衛戦ですから、ニカラグアへタイトルを命がけで持ち帰りたいと、こういうふうに話しています。チャンピオンでずっといたい、思いっきり練習してきた、特に148ラウンドのスパーリング、また体力強化をしてきたということです。いい試合を見せて日本のファンに自分の存在を覚えてもらいたいとも話しています。ニカラグア出身ホセ・アルファオ、弱冠24歳のチャンピオンです。自信のパンチは両手に自信がある、そしてコンビネーションと話しています。18の KO 勝ちがありますが、未だにダウン経験2度しかないと、こういうふうにチャンピオンは話しています。この世界戦のために3ヶ月間練習してきた、その成果が全て出し切れれば必ず勝利に結びつくと、こういうふうに話しています。昨日の計量、ホセ・アルファロ選手はこういうふうに話していました。明日についてさまざまな練習、過酷な練習もしてきた、ベルトは絶対渡したくない、ニカラグアのためにも持ち帰りたいと、こういうふうに話していました。今日は日本での初防衛戦、ニカラグア、ホセ・アルファロ、今リング上に上がりました。Ladies and gentlemen, Yusuke Komori from Tokyo, Japan, challenging Jose Quiebra Hikara Alfaro de Managua, Nicaragua. Remember, it's not TV, it's DonKingTV.com. Recuerde usted que no es televisión, es DonKingTV.com. Ladies and gentlemen, the official ring announcer of the Japanese Boxing Commission, Mr. Mitsuaki Tokachi.ごちそうさまでした。エクトチャレオ。これより両国国歌吹奏を行います。ご来場の皆様、両国国旗に向かいましてご起立くださいますようお願いいたします。はじめにニカラグア国歌吹奏です。日本の国歌は君が代でございます。
協力ありがとうございました。どうぞご参加ください。コミッショナー宣言。コミッショナー宣言。ただいまから行われます WBA 世界ライト級チャンピオン、ホセ・アロワ対挑戦者小堀裕介の12回戦は、昨日午後3時規定通り厳重なる身体検査と計量を行い、幸い両選手とも全てに的確でありましたので、私はこの試合を WBA 世界ライト級タイトルマッチと認定いたします。2008年5月19日財団法人日本ボクシングコミッション、コミッショナー林裕子代読。それではこれより行われます WBA 世界ライト級タイトルマッチの日本ボクシングコミッションのオフィシャルをご紹介させていただきます。タイムキーパー谷村健、チーフタイムキーパー小川博士、コミッションドクター奥野健二、リングサイドコミッションドクター大月ジョージ、そしてインスペクターは範頼ヒルで行われます。本日のメインイベント、神風 WBA 世界ライト級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー、24戦20勝3敗1無効試合、20勝のうち18勝がノックアウト、公式計量は134パウンド4分の1。ニカラグアレオン出身、この試合が初防衛戦、 WBA 世界ライト級チャンピオン、ホセ・キエムラ・ヒカラ・アルファド。 WBA ライト級チャンピオン、今日が初防衛戦、ニカラグア・ホセ・アルファドコールされました。青コーナー挑戦者、25戦22勝2敗1引き分け、22勝のうち11勝がノックアウト、公式計量はライト級リミット135パウンド、カド入り宝石事務所属、東洋太平洋王座も獲得した第41代日本スーパーフェザー級チャンピオン、ついにこの試合が世界初挑戦の WBA 世界ライト級第7位、ザ・レイチャーボー小堀裕介。ここを次回ありがとうに神風が吹くか、カド入り宝石事務世界初挑戦、小堀裕介コールされました。メキシコ、エクロン・エルナンデス、同じくジャッジ、アメリカ、中国、ルーベン・ガルシア、同じく韓国、ユー・アンス、レフェリー、アメリカ、中国、ラファエル・ラモス。さあ、いよいよ WBA 世界ライト級タイトルマッチ12回戦が行われます。チャンピオンホセ・アルファロ、挑戦者カドエビ宝石ジム小堀裕介の一戦です。なおこの試合レフェリーはアメリカ、ラファエル・ラモス、ジャッジはアメリカ、ルーベン・ガルシア、同じくジャッジ、メキシコ、エクトル・エルナンデス、同じくジャッジ、韓国のユー・ワンソー、以上3種です。この試合の解説は東洋太平洋日本ライト級チャンピオン、平成の KO キング坂本博之さん、そして日本東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン本望信彦さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ試合が始まりました。第1ラウンドです。小堀選手にどんなところを期待されますか。まずは坂本さん。あれ、これもう立ち上がりからも目が離せないですね。どっちもパンチャーなんで、はい、あの1ラウンドからこの3ラウンドでどうやって鍵を握るかということで、まあ、すごく、重要なあれですね、はい、あのキーポイントですね、この3ラウンドがね、はい、お互いパンチあるんで、もうこの3ラウンドで終わる可能性もあります、はい、目が離せないです。本坊さんはどんなところを注目されますか。そうですね、まあ、あのいつも通り平常心で、はい、今のところ行っていると思うんで、あのチャンスは必ず来ると思うんで、そのチャンスを逃さず、はい、行ってもらいたいですね。小堀は結構、行くところはきちんとガンって詰めていきますんで、はい、まあ、その間はまだね、はい、あの左を使って丁寧に丁寧によく見てって攻めていってほしいと思う、はい、お互い右ボクサーファイタータイプ、お二方ともですね、両選手ともハードパンチャーということなんですね。そうですね、このホセ・アルファロは、はい、僕もあのビデオで見る限りではですね、はい、今日あの好戦的なもの、好戦的ですね、自分からどんどん、はい、打たれても打たれても前に
突き進むスタイルなので、小堀にとったら、足を使う選手よりかは、こういうホセ・アロハラみたいな、いいですね、今右のストレート、はい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 、左フックのカウンターですね、はいはい、いい感じ、いいですね、いい感じ入りました、はい、第1ラウンドです、まだ開始早々、1分30秒切ったところです。今みたいなカウンターがこう、ね、得意としては左フック当たっていくと、はい、どん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 自分のペースになっていくと思います。はい、左のジャブ、そして右のストレートを浴びせていきたいという小堀。アルハラ のジャブが伸びてくるので、はい、あそこは注意したいですよね。そうですね、まあ、ホセ・アルハロ、まあ、公開スパーリング本坊さんはご覧になってたということでありますけど、どんな印象を受けました？そうですね、まあ、浴びた疲れもあったのかもしれないですけど、ちょっと雑な印象があったんですけど、ジャブが伸びるのと、でカウンターのタイミングなんか本当うまいので、はい、そのあたりは気をつけて、ただ前には出てくるしてくれるので、はい、はい、右ストレート上がりました、はい、右のストレート、これ一気に前に出ていく、もう勝負に攻めていく、はい、はい、前に出ていく、第3ラウンド、まだ時間は十分あります、パンチの連打、パンチの連打、いいのがパンチ当たりました、小森、はい、当たりましたね、はい、一気にここは攻めていきたいところですよね、はい、落ち着いて、自分のカウンターを盛らないようにガードを締めて、ここは焦らず攻めていきたいところ、はい、今ちょっと、今はバランスですね、はい、左のボディ、ホセ・アルファロ、いいね、タイミングが、ね、左フック当たってるんですよ、はい、スケール隙を与えないアルファロですが、第1ラウンド小堀の右が入りました。第1ラウンドは10秒を切っています。左のボディ、強いパンチが当たりました、はい、ここで第1ラウンド終了です。それでは両選手の経歴をご案内いたします。赤コーナーは WBA ライト級チャンピオン、ニカラグアのホセ・アルハロです。1983年11月22日生まれ、24歳、ニカラグア長野県出身です。右ボクサーファイタータイプ、 171.4cm、 リーチ 182.5cm、 公式計量は 60.8kg でした。戦績は24戦して20勝3敗1無効試合、20勝のうち18の KO 勝利があります。一方青コーナー、角エビ宝石ジム小堀雄介、1981年10月11日生まれ、千葉県千葉市花見川区出身、26歳です。右ボクサーファイタータイプ、ハードパンチャーです。171.3cm、 リーチ 172.5cm、 公式計量 61.2kg でした。戦績は25戦、22勝2敗、1分け、22勝のうち半分、11がノックアウト勝ちです。さあ第2ラウンドが始まりました。このさ、左フックがカウンター気味で当たってきたんですよ、でその開始の右ストレートで気がつきましたね、はい、まあ、ちょっと第1ラウンドの終わりですね、はい、終盤にホセ・アルハロのボディが決まりましたけどもね、はい、ちょっと心配されました。いや、まあ、全然ね、あれですね、小堀はその辺も鍛えてますんで、はい、でもこの1、2、3ラウンドというのは重要なポイントですね。3ラウンドまでが重要と、はい、で1ラウンドで今いい立ち上がりを今見せてますから、はいはい、これはいい、はい、立ち上がりです、はい、本坊さん、まあ、第1ラウンドはいいパンチ右が入りましたけれども、うん、はい、チェイスはいかがですか？コールドがね、カットされると思いましたね、はい、ね、はいはいはい、これはパンチをもらったら今ね、カウンターで左フック当たったんですよ、はい、チャンピオンもですね、やっぱ20勝の18 KO ですから、そうなんです、はい、ガードを締めないと、顎を締めて、はい、はい、第2ラウンドまだ時間は落ち着いて、はい、1回ダウンを奪いました、はい、ここは落ち着いていきたいところ、ボディを攻めていく、ほぼのチャンピオンですよ、ここは落ち着いていきたいところですね、ほぼにはね、ガード締めて、ガード締めて、はい、で回転力はもう小堀の上だと思うので、まあ、回転力を見せていきたいというふうに小堀は試合前話していました。動いて動いて、その回転力、そして一気に前に攻めていく、そうしたいと小堀は話していました。左のタイミングのスピードはもう抜群ですから、ね、はい、タイミング合ってましたね、はい、まあ、一回ダウンを奪われましたけれども、はい、この辺りは落ち着いている様子、まあ、そんな効いたダウンではないですね、はい、もうすぐ小堀も攻撃してますから、そんなに効いたダウンではないですね、はい、ただガードはちょっとやっぱちょっと今ね、左側がタイミング隙間から入ってきたんで、はい、ガードしっかり締めて、はい、そう締めて、でそこから相手が打ってるところを左利きのカウンターを、はい、タイミングで合わせて、ね、はい、行きました。ボディを狙っていきました、ホセ・アルハロです。
このホセ・アルハラのボディも結構効果的に決まってますね。はい、そうですね。まあ、これが効き始めると非常に苦しい戦いとなりますが、ここは一気にロープ際攻めていっています、はい、ロープに攻めていったらもうちょっと連打ですね、はい、下から上、はいはい、内側に注意して、内側に注意、はい、ガードしてね、はい、そう左をついて少し体を回り込んで回転していきます。まあ、この動きに関しては小堀選手いかがですか。当然練習してきた通りにやってきてます、ラインのジャブを見せました。いい回転ですね。はい、ここでラッシュを見せるか。あっと、このパンチをもらった。お互いパンチを見せました。少しヒヤッとする場面がありましたが、第2ラウンド終了しています。まあ、でも激しい打ち合いが予想通りですね。熱い試合になりましたね。この 1,2,3 ラウンドですね、はい、お互いどっちも分かってるんですね、はいはい、まだ強打者ですから、からペースを自分のものに引き詰めるために打っちゃってるんです、はい、これは左利きですね、タイミングですね、左利き入ってますね、綺麗に入りました、はいはい、先に向こうのがちょっと当たったからちょっと小堀が引いちゃったんですけど、はい、先に小堀が、ね、やっぱ当てればも同じなんですね、形勢がね、ここはちょっとピンチを迎えました、さすがチャンピオンですね、この、追い詰めるところはやっぱさすがです、はいはい、パンチをもらってもすぐ返す、はい、そして一気に攻めていく、はい、これはお互い似てるような感じするんですよね、はい、やっぱこう木を見るに瓶で、はい、もうチャンスを持ったらもうその場で仕留めるに瓶で、はい、もうチャンスを持ったらもうその場で仕留めるっていう、作戦メンバーの、はい、経験をしてますね、チャンピオンは。さあ第3ラウンドが始まりました、まあ、坂本さんはこの第3ラウンドまでがちょっと注目ということを話していましたが、はいはい、1ラウンドは小堀が取って、まあ、2ラウンドにチャンピオンが出てきて、ね、ダウンを取って、はい、この3ラウンドのところでまたどうやって自分のペースを持っていくか、はい、まあ、世界という舞台は初舞台ということになりますが、はい、そういう意識、雰囲気はどうですか、小堀選手、プレッシャーは。そうですね、プレッシャーを感じるタイプではないとは思うんですけども、 でもボクサーを志してからやっぱ世界チャンピオンになりたいというのはこれボクサーの夢ですからね、はい、その大会の勝さんが思いっきりやってこいって僕はもう言ったんですよ、はい、昨日の夜に、放送席黒沢さん、はい、青コーナーの小堀選手サイドですが、はい、先ほどのダウンですが、バランスを崩したところでもらってしまったのでそれほど効いていないということでした、はい、そして小さく打てと、はい、大振りをするなという具体的な指示が出ていました、はい、青コーナーは小堀サイド小西リポーターですが、まあ、あのパンチは少しスリップしたところパンチをもらったと効いていないと、はい、まあ、小さく打っていけとこういう指示が出ている、はい、そうですね、はい、そんなに効いたパンチではないですね、ちょっとバランスを崩れたところに、もらったって、はい、あ、はい、でもあのチャンピオンの隙間からパンチを狙ってますから、はい、はい、ガードしっかり締めて、はい、練習してきた通りに、はい、回転で勝負したいですね、回転でね、うん、まあ、回転力は小堀の上ですから、はいはいはい、接近しっかり、はい、回転ですね、しっかり回転ですね、はいはい、ここで一気に攻めていきたい小堀、うん、1ラウンド目にですね、小堀は左から右ストレートで相手をふらつかしたんですよ、はいはい、そのコミュニケーションが欲しいですね、はい、回転力これ、はい、小堀の左が決まりました、はい、第3ラウンド、これ効いてますよ、これは効いた、これは効きました、第3ラウンド小堀の左が決まっています。しかしホセ・アルハロも立ち上がりました、ここは一気に来たんだが、左、右、左、さあロープに追い詰める、パンチを連打、一気に攻める、一気に攻める、コーナーに追い詰める、ここで試合をストップさせました、試合をストップさせた小堀ゆうすけ、やりました、小堀ゆうすけやりました、見事世界初挑戦、世界初挑戦でチャンピオンに輝きました、世界チャンピオンに輝きました、課題の宝石ジム小堀ゆうすけ、世界初挑戦、第3ラウンドで見事初舞台で世界チャンピオンに輝きました。坂本さん、はい、いや見事な第3ラウンド、いや、やっぱりそうですね、はい、いやもうこの3ラウンドでどうやって今2ラウンド目にちょっとね、ダブルを食らったんですけども、やっぱ練習時期の通りに、思いっきり振り回しましたね、それがもう左右と練習した通りに出ました。まあ、小堀選手の本人も話してましたが、コンディションは絶好調、とにかくガンガン前に出ていくというふうに話していました。
ましたが、はい、見事その通り結果になりました。はい、本場さんいかがですか。そうですね、もういつも通りダブルで決められました。今日どうなるのか、経験が今までの経験が伸びたと思います。はい、WBA ライト級タイトルマッチ、新チャンピオンは輝く宝石ジム小森祐介。小森祐介まだ少し放心状態というふうな、ね、感じ伺えますが、東京ディファー有明世界タイトルマッチはここディファー有明は初舞台ということになるんです。はい、500試合以上世界タイトルマッチが日本で行われていますが、はいはい、東京ディファー有明は世界戦は初めてなんです。はい、今日っていうね、5月19日ボクシングの日という、題名を打ってですね、はい、この小堀がこの場で世界タイトルになったというのはまた記念が、新たなページが生まれたのではないでしょうか。昭和27年、白井義雄さんが日本人初の世界チャンピオンに就いた日、それを記念して行われました。それから56年、今日2008年5月19日、ボクシングの日に見事新チャンピオンに輝いたのは小堀祐介ということになりました。はい、まあ、結果が入ってきましたが、はい、3ラウンド TKO2 分8秒。はいということでありましたけどもね、はい、そうですね、やっぱり早々の結果、はい、ということになりました。1ラウンドも小堀取ってペース取ってますからね、で2ラウンド目にやっぱペース取られちゃいけないということで、チャンピオンが出てきて小堀ちょっとダウンしたんですけど、はい、やっぱ3ラウンドでもう1回巻き返そうとして、はい、左から右の返しが当たってダウンですね。まあ、ダウンを奪われても前に出ていった、はい、この小堀の気持ちは強いですよね。そうですね、もうこうやり返したらやっぱりやってやるんだっていうその強い気持ちは彼にありますから、はい、そうですね、はい、いやまた性格はですね、本人聞きましたら小心者なんですよというふうにね話していましたが、いやいや面白いね、表現方法もされてますけども、インタビューで、でもやはり本番にはね強いんだなというのをね感じましたよ。そうですね、まあ木本さんはやはり座ってますから、はい、いざという時でも本当にいけます、いけますね。まあ本坊さん、後輩がやりましたよ、はい、嬉しいですね。嬉しい、本当やるときはやる男ですね、やっぱ同じ風にね、もう朝ら僕らはもう朝ロードワークから一緒にやって、ジムワークも一緒にやって、共に戦ってきましたからね。はいはいはい、まあ坂本博之さんを憧れの存在ともね、はい、小堀選手は話していましたが、はい、ちなみに小堀選手にお話を伺いました、はい、今日解説に来てくださるお二人、はい、坂本さんについてはいや一生超えられない人だなと、もう、ね、話してましたよ。僕が4度世界タイトルマッチをしたこのライト級の、ね、ベルトにね、すごく伝統のあるクラスなんですよね、それに初挑戦で、はい、見事 KO で、ね、ダッシュしたってことはものすごいこれは快挙のことなので、はい、もうこれは小堀自身もすごく、もっともっと、自信持っていいと思います、はいはい、そして本坊さんについてはですね、いやもう本当に強い人なんですよというふうにね話してくれましたよ。いやね、本当小堀本当この僕の、ね、同じ階級で、僕の後の日本チャンピオンで東洋チャンピオンなんですけど、はいはいはい、本当にもう強くなったなっていう、小堀選手、おめでとうございます。見事、いやもうここで喜びの声を聞きましょう。竹内彩香リポーターです。いかがでしょうか。はい、すごい嬉しいです。アルファル選手どうでしたか。いや強かったです、本当に。途中気持ちが、とても強いチャンピオンでした。小堀選手、今世界のドンキング氏お隣で自分は世界のライト級チャンピオンとなりました。本当に素晴らしいことだと思います。今後次の目標決まっていますか。いやもう決まってないです。あもうは帰って寝たいです。自分もう本当ありがとうございました。皆さん、応援ありがとうございました。続きましてエクトール氏に、マイクの方を交代したいと思います。ありがとう。Mr. King, fordonkingtv.com. This was a very exciting match. Only three rounds, but very exciting rounds. What's your opinion about the fight? I think it was a great fight. I think that he just proved himself to be a surprise attack
and with his left hook and the right hand, he's a powerful puncher, and we're just very proud of him. Yes, Kamamori! And the new champion! Tomo Kori has a fantastic fight for me, and he's a real champion, Don King says. Yes, yes. And it's not TV, it's DonKingTV.com. And we're bringing you again another exciting match from Japan, from the Kamikaze Arena here in Japan, with a great new champion and the new Kimibori champion of the world. And we're looking for great excitement, and what you're getting is excitement. 大変エキサイティングな試合で、ドンキング .com の方の放映でもされますので、本当のチャンピオンだと祝福しております。はい。I want to thank Papa.And his three sons, Chino, Masi, and Yoki. Yes, they're all here, and it's just great. And you got a new manager, man. You got a great manager, great family. Yes. Ladies and gentlemen, once again, the winner by the way of TKO at 2 minutes 8 seconds of the third round, a new lightweight champion of the world by Bolivia, Yusuke!嬉しい喜びの声を聞いていただきました。小堀雄介、見事新チャンピオンに輝いた小堀雄介です。まあ、ドンキングさんからもですね、エールが送られていたということです。もう平野哲さんの彼は日本をとても愛してて素晴らしい国だと、また関係者の方皆さんご苦労様でしたとおっしゃいます。ありがとうございます。まだ続いています小堀雄介。まあ、とてもこの表情を見る限りでは、はい、新チャンピオンになったんだなとね、はい、まだ実感がそんなに湧いてない、ね、様子も伺いますが、はい、はい、でも嬉しいでしょうね。やはり KO で勝ってますからね。第3ラウンドに左フックの絶妙のカウンターがありましたからね。ね、菅さんも彼がもう得意としているパンチですから、はい、はい、それで見事にダウンを取って、爪の連打で TKO に持ち込んで、はい、やっぱ練習してきた通りのものが出ましたね。まあ、この、小堀選手は一緒にトレーニングをしているのが田中トレーナーというね、はいはい、ほとんど二人三脚で教えて。